はい、どうも、こんばんは。DJさんです。はい、こんばんは。こんばんは。まあ、今日は、夜バージョン。はい。夜バージョンの田村神社に。田村神社来ました。嘘でしょ。お昼に下ばっかじゃん。ええじゃないんだよ。田村です。では、ね、夜、昼間と夜の、まあ、違いを、まあ、はい、言いたいんですけど、まあ、昼間感じた結果、まあ、心霊スポットではないっていうことです。それだけ皆さん。頭に多分タイトルにも心霊スポットって入ってるし、何しに来たんだ俺らってなるけど。いや、ここはまあ、年中の本堂の直接の道じゃないんだけど、脇道なんですけど、ここ何やろ、道の駅の前から入ってきた最初の駐車場の中にある赤い橋、この前も言った通り、うん、参道入り口の、ちょっと気になるって言ってたとこなんです。では、今からね、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、行きましょう。どうです？この早速第一のポイントの。ここがね、すごく僕気になってる場所なんです。ほら、ほら、お星様が。雨ではないのは確かですね。うん、今、うん、そんな雨降ってないからね。うん、でも雨映りますね。チラチラ映ります、うん、そうか、顔になんていうのピチャピチャくっつく、この冷たいの雨風、うん、コンディションとしては最悪ですね。コンディションとしては最悪ですね。最悪ですね。で、ボスか誰か知らないけど、ここにいる板残りかがあったって言ったじゃないですか。そうそうそう。今だいたい夜8時ぐらい、8時もなってないか。8時近いね。段階では何もいない。ない。雨だな。まあ森の中で。ん？森の中で雨っていうのは映らないんですけど、はい、まあ危なっかしい運転してる人がおる、うん、でもあれだね、まあ、大雨と雫の違いは分かるからいいですか。常に、ここは普通の森です。でもなんかあれだ ね、肝試しに使えそうなぐらいの雰囲気は出てるね。なんかね、キムダメシ使いにはいいんじゃない？うん。誰かがそこら辺に隠れてて。くそ怖いってそれ。いや、パッと見だってもう闇だよ。ここで誰か隠れとったらそれは怖いわ。ただね、昼間も言った通り、今はこうやってまだ神社君が近づいてないんですけど、うん、本当に遊歩道って感じ？まだ一応なんていうの、全体暗くなったけど、特に何も感じない。感じない。夜来ても、まあ別に怖くはないですね。普通の。そうだね、うん、ライトのおかげで雰囲気はなんかあるけど、肝試しにぴったりっていう感じ。そうそうそう、なんか誰かがそこに隠れとって怖いって。 それ怖いんじゃないけど、びっくりするだけやろ。では、今から入ってみたいと思います。行きましょう。お昼とやっぱ一緒ですか、今のところ気配の感じるポイントは。昼間も夜も変わらないね、ここ。ああ、うん、ぶっちゃけ、うん、何でもね、この雰囲気が違うっていうのは分かりません。初めてだよな、こういう神社って。俺そうですね、本当に何だろう、普通の神社。
この今ちょうどこのなんていうの神社の敷地内入って、この辺りは何も感じないです。本当にこの神社側は、いや本当にねびっくりするぐらい遊歩道なんですよ。何やんなこれ、ここ本当に神様いるんかな。なんか全てが近代化されてるっていうの。ああ、俺わかんねえなここ。俺こんな神社でこんな悩むの初めてです。ああ、確かにパワーが薄いっていうのかな。神社って結構パワースポットって言われるやん。うんうんうん、パワースポットっていうことでもねえんだよな。パワースポットってすごく感じるんですよ。ドワーっていろんないい空気とか、おうおうおう悪い空気とかあるんだけど、ここはどっちかっていうと何とも言えないんですよ。微妙微妙俺ひでえこと言ってるかな。俺すいませんね皆さん、感じたことだけを、まあ、心霊スポットとしてはだからね、神社としてはっていうか、神社としては立派ですよ。うん、ただこれだったら本当にどこや、狭間不動産、うんうんうん、でもパワースポットっぽいぐらい。あそこはパワースポットではないけどな。あそこはパワースポットって言うと不謹慎だと思うの。そう、生命力を感じるんだよな向こう。どこに？狭間不動産。なんだろうここ。多分これはあれかいですか。行ったっていいのかな。さて、立派な本殿。本殿。本殿本殿。多分読んでみたいな感じか。の後ろにある木がまあメインっちゃメインなのかな今回は。映らない時があるんだ。さっきから。真っ暗になるんだよね。ライト無駄にしたからだと思う。光を。ああでもこれライトなしてきたら雰囲気怖いな。そんなのね。やっぱしここですか。え？動物の匂いがする。動物の匂いがする。あ、獣臭い。獣臭い。うん。さて、今日ね昼間来た時にここがちょっとこの木が僕すごい気になったんですよ。この大きな木が。そう。この木なの木。気になる木。でかい椅子の木ですから。でけえな。でけえな。まあメインはここしかないと思います。あとはもう何っていうこともなく。そんな他に霊が集まるような場所もなく。ん？いや今あなたの後ろにすごいなんか気配感じた。やべえ。わお。いやいや。これ俺がカメラ向けれないから一番困るのよね。誰だ。今ので早いか。この変なんです。ここのメインは多分この 木だと思う。これだけだと思うな。うん。かといって人が死んだわけでもなさそうだし、今ここに立ってます、
こっから見える霊はどこにいるとかなんかないっす。いや、それが今探してるんだけど見当たらないもんで、今悩んでます。困った困った。風が強くなってまいりました。怪しい空気が変わりました。もっと今変わりました。こっちですね。こちらになりました。こちらから ここだけが動物臭いね。本当だ。なんでしょうね、うん、あの馬か、あの馬なのかだろうな石像なんだよね。まああそこがメインで、あとは他にお見せするものがないんです、ここ。どうしよう、あの奥とかも、あ、そっか、奥行っても何もないって言ったな、昼。あと、何もねえな、ここ、完全な、全然だ、普通だ。あれは、体験談にあった親子。そう、それを探してるのよ。あれ、あ、まだ見つかってない。まだ見つかってない。本当に皆さんここね、長い時間で来たんですけど、うん、思ったよりか普通。まあただの神社というか、そういうなんか、うん、体験談があるっていうほどの心霊スポットでもなさそうだな。じゃあそれか。だね、こっちの人が緩いですわ。もうちょっときちんと貼ってかんと。いや、おかしいな、本当に普通なんだ。何なんだ、ここに神社。ほんで、一つ、名も乗るなったね、風が。ああ、それはある。ね、あの、昼来た時よりワンちゃん暖かいような、なんか。なあ。変な温度になってる。雨も止んでまったし。おう。女性がその親子って何やろな。確かに昼間は感じたんやけど、今日夜感じてないんだよ。困りましたね。ただ風のやっぱり こっちなんだよ。この森の中入りてんだけどな。やってきてどうなの。森の中のさ、あのルートから行くのではないのですか。なんかあそこ民家でしょ。うん、大丈夫、あっちこも行かないから。あ、光が邪魔くさいかなと思って、うん、やっぱり迷惑かけてやりたくないしさ。暗い。いないな。探索しない系？しない系。無駄なことはしない。何やろな、ここの神社って。珍しいね。可能性あったらなんていうのを探索するけど、そのないって言い切るのも珍しいね、あなたが。本当に何もないんだ。何もない。あれ？昼の方がまだあったって思うぐらい。消えたって言った方が早いのかな、これ。どこ行ってしまったんだ。みんな晩ご飯タイムか。